蒲田の皆様、こんにちは。私たちは土房電動ネットワークです。本日蒲田西口広場において街頭演説とまた漫画聖書、また世界のベストセラー聖書の配布をいたしております。皆様にとりまして、夏、雨が長く、また暑い日が続きましたけれど、それ以上に新型コロナウイルスのパンデミックが私たちにとって生活を牛耳ってきたのではないかと思います。皆様の人生におきまして、今日十字架にかけられたイエス・キリスト、この方があなたの人生を助け導いてくださいます。最初の一歩として、今日皆様にお配りしている漫画聖書、聖書をお配りしておりますので、受け取っていただき、もしよければ、夏休みのね、若い学生の皆さんなんかはね、聖書なんかもうあっという間に読めますからね、お読みいただきまして、そして元気づけていただき、また一緒に天国へ行けたら幸いです。皆様お元気ですか？伝道者の菅野直樹と申します。本日2回目の街頭演説をさせていただいております。この蒲田という地、私の母方のおじいさんがですね、戦後、この地で教会を建てるという、そのような働きをしていた、ちょっと思い出したらね、そういう地だったんだ。かつて蒲田というのはその泥沼の地というところから蒲田と、そのようなね、蒲が生えていた、あるいは泥沼の地、その田んぼ、蒲田、そのような地にね、今はしっかりと土台が固まってね、かつてはこの蒲田は泥沼で、足一歩入れるとね、ズブズブズブ、ズブズブズブ、よくわかんないですけどね、そんな沼地であっただろうと、言われておりますから、この泥沼、底なし沼っていうのがあるとしたらですね、その底なし沼、それは何かに例えることができます。私たちは先祖アダムとイブのその罪によって、人は皆滅びに向かって、死に向かって進んでいます。つまりですね、底なし沼というのはゆっくり沈んで、最後ズブズブズブ抜けられなくて終わってしまうように、私たちの人生の中でその底なし沼に埋まっているようなものがある。そして最後、みんな人は死んでしまう。ただいまですね、新型コロナのパンデミック、1年数ヶ月続いておりますけれども、コロナにかかろうがかかる前が、あるいはワクチン接種しようがしまいが、人は早いか遅いかだけで、人はみんな最後死んでしまう。それが私たち人間の宿命ですね。そうであってほしくない。死っていうのは人にとって違和感なんですね。年を取った人でもね、私の親しくしているあるスポーツ会社の社長さん、もう間もなく90歳です。でも死にたくない。この方クリスチャンでね、死んだ後天国へ行くって分かってるのにね、それでも生きていたい。つまりですね、人は死というものに対して違和感を感じ、死にたくない。なぜならば、人はもともと永遠に生きる存在として作られたんですね。皆さん、それがね、アダムとイブに与えられた最初の命、永遠の命。しかし人はその後どうなったか。アダムとイブは蛇に騙され、蛇といってもこれは悪魔です。悪魔は人を騙します。で、人間もですね、神と一緒に生きていればよかった。アダムとイブは神を捨てました。神なんかいらねえ、俺一人で生きていく。今日どうでしょうか。罪とは神なんかいらない、私一人で生きていける、生きていけるわ、生きていけるぞ。皆さん、それこそ神を除外している心こそ、それが罪なんです。なぜ罪か。人は神と共に生きるように作られたからです。かつて
アフリカの人が日本の東京へ来ました。そしてしばらく泊めてもらったお家で洋服をね、白い箱に入れて洗剤入れて回すとね、あら不思議、もう洋服きれいに洗われてくる、そして乾燥もね、お隣の乾燥機入れればいい、そう、この白い箱とは洗濯機ですね、洗濯機、これは便利だ。そこでね、アフリカから来たこの人はその洗濯機を買って飛行機に乗せて空輸して祖国へ帰る。で、祖国へ帰るとですね、もう皆さんを呼んでね、おーい皆さん来てみなさいよ、来てごらんなさいよ、この白い箱、羽も仕掛けもありません、ここに水を入れて洗濯物を入れて洗剤入れてね、回すとね、あらら不思議、綺麗に洗われるんですよ。皆さん見に来てください、よしやろうかと思ってね、回したんだけど動かない、うんともすんともやる、あれおかしいな、壊れてしまったのかな、なぜ動かないのか。そのアフリカのその田舎にはまだ発電所から電源が来てなかった。大きなね、水力発電所がその国にあるんでね、電力はあるんだけど、その田舎にまで届いてなかった。つまり発電所とその白い箱、洗濯機がつながってなかったら役に立たない。皆さんこれね、白い箱、誰のこと言ってるんでしょうか。皆さん、私たちのことです。発電所とつながっていない電気洗濯機が使えなかったよ。皆さん、あなたが神とつながっていなかったら、命の源、神と切れていたら、皆さんそれを罪と言います。そしてあなたには力がない、そして本当の命がない。例えてみましょう。そこにですね、大きな木が植わってます。なんか趣がある木ですよね。食用林っていうかね、この、大田区が管理している木だろうと思います。今のところね、綺麗に咲いてます。ところがこれを切ったらどうなるでしょうか。切って横倒しておいてね、そうするとね、枯れてしまう。なぜ？根っこと切れている。あなたと神様が切れてしまっているとするなら、そこに命はない。皆さん、今日、素敵な蒲田というこの広場に2回目の街頭演説に参りました。皆さんお元気ですか。どうぞ近くでね、マンガバイブル聖書お配りしておりますのでね、かっこいいお兄さんのね、顔がしっかり映ったと思います。イエスキリストあなたを愛してます。私もあなたを愛してます。今日皆さんに、私たち人間は神から切れているんですよ。先祖アダムとイブは神なんかいらない、神を捨てて、そしてアダムとイブは独立して神抜きに生きていけないのに、神捨てたんです。皆さんそれが罪で、そのアダムとイブはその罪を持ったまま子々孫々子孫を残し、その子孫が私たちなんです。さて、ところで、日本にはですね、世界の2つのうちの1つの考え方、進化論という考え方を受け入れています。進化論というのはね、最初単細胞アメーバ、あるいは猿であったかと、そういう動物たちがだんだん進化して人間になった。これですね、実は矛盾してて証拠もない。猿の子は猿です。人間の子は人間、キリンの子はキリン。皆さん、あなたの先祖はどこまで行っても人間です。で、 DNA を、ね、調べてみると、実は一人の人にきつくってるんです、人類は。それはね、エヴァ、人類の母。つまりですね、私たちは同じ先祖から広がっている。ですからね、遠い親戚なんですね。遠い親戚の皆さん、人類皆兄弟ではないですけど、私たちはね、悪魔によって騙されてるんです。お互い敵であるから、本来人と人というのは愛し合うべき存在です。しかし、その愛し合うべき人が愛し合わないようになってしまった。
利害関係、そして妬みのゆえに、人は愛し合うべきだと。皆さん、私たち家族です。で、人間というのはお互いに、ね、助け合って生きていくべき存在なんですね。もし神という方がおられるなら、一体なぜこの世界に戦争があるんだろう。アフガニスタンでアメリカが戦争して約20年、あの地を治めてきた。何がきっかけか、 9.11、 2001年9月11日の同時多発テロ、その首謀者ウサマ・ビン・ラディンという、その男がね、率いて、そのニューヨークのあのツインタワーに飛行機ごと突っ込んでいく、そのようなね、戦争、テロを行った。ジョージ・ブッシュ・ジュニアは怒った、そしてね、そのウサマ・ビン・ラディンを逮捕しようとするとね、このアフガニスタンのタリバンがそれをかばったということで、アメリカはそこから戦争を始める。約20年続いている。こんな長い戦争ないですね。20年、10年一昔、20年大昔、政権はトランプから今度バイデンに変わり、このアフガンからアメリカ軍は撤退する。そうするとね、待って待ったとばかりに政権を取り、占領し、掌握しにかかったので、タリバン、このアフガンの方々はね、あの昔のタリバン政権を思い出してね、もう必死に今逃げてる。なぜね、人類っていうのはね、戦争から戦争、戦争から戦争、そういう悲しい、アフガニスタンは特にそうですよね。本当に悲しい。日本もね、思えば76年前まで戦争やってたっていう時代があるんですよね。やっぱりね、私は戦争知らない世代ですけどね、戦争100倍あって一理がない。皆さん、これね、背後に悪魔がいるんです。皆さん、私たち人間は、日本人であろうが、アメリカ人であろうが、中東の人であろうが、黒人であろうが、白人であろうが、みんな互いに愛し合うべき存在なんですよ。それをね、あたかも同士討ちするかのように、皆さん、その背後で働いている悪魔という存在があります。皆さん、この悪魔が最初のアダムとイブをね、たぶらかして、そして神から離した。皆さん、もうね、悪魔に騙され続けてはいけない。もちろんですね、戦争反対、誰もがそう思ってね、憲法9条さえ守っていれば戦争は起こらないのか、つまりね、敵軍が入ってきてもね、私たちは憲法9条を守りますと手を挙げて、みんないい人であればね、それで収まる。でも日米同盟、アメリカと日本は手を組んで、そのような中でね、アメリカと日本に縁切ったらね、もう早速中国なんか入ってくる可能性ありますね。ですから、憲法9条さえ守っていればいいというのでなく、そこにはある程度の抑止力というか、それをやらせないための対等な力というものが必要になってくる。必要枠ではあるけれど、難しい問題なんです。みんなが戦争なんかしたくない。皆さん、100倍あって一理なし。私たち、戦争しなくてもね、裁判所行ってみてください。離婚、調停、そして様々な裁判が行われている、あの裁判が行われている人たち、離婚調停しているあの元夫婦、皆さん、よく見てください。かつては仲が良かったんです。かつては愛し合ってた人たちです。かつてあんなに仲良かったのに、今は裁判をして争っている。皆さん、仲が良かった者同士、傷つけ合い、そしてまたその傷のゆえに愛が憎しみに変わる。しかし、皆さん、あなたにもそういう経験あるでしょう。親しかった人と喧嘩してしまう、絶望してしまう、あるいは×1×2離婚の経験があるかもしれない。皆さん、ちょっと思い出してみてください。かつて愛し合っていた、かつて仲が良かった者同士、
しかし仲が良かった者同士こそ傷つけ合い憎しみに変わるということもある。もちろんかつて愛し合ったことを思い出してまた仲良くしようといけばいいんだけれど、そうはならない。片一方がそう思っても相手はそう思わないかもしれない。傷つけた方は許すことできても忘れることできても、傷つけられた方は憎しみのゆえにそれを忘れることができないかもしれない。だから争いは止まない。そして世界の戦争のように血で血を洗うような、そのような憎しみの連鎖が続く。一体どうしたらこの世界の争いをとどめることができるか、誰がとどめることができるのでしょうか。2021年前、神の一人子が来られ、そしてこの方は平和の君、プリンスオブピース、イエス・キリストが平和をもたらすために来られた。今日皆さん、まず第一にイエス・キリストを信じたら神との平和を得ることができます。罪が許され神との平和を得ることができる。罪とは何か、神に背を向けた状態だ。罪が許されるためにはその罪の罰をキリストが十字架で受けられた。今日皆さんにお伝えしているのはね、十字架につけられたイエス・キリストです。まあ、世の中ですね、教会、ミッションスクール、まあ、ミッションってそのような考えでね、たくさんの大学や、まあ、あの上司なんかはカトリックですよ、青山学院なんかもね、プロテスタント、もうたくさんのね、キリスト教は良いことをしました。病院を建て、大学を建てて、まあ、しかしですね、ミッションスクールということの中に本物のキリスト教ではなく、多くの場合は形だけのキリスト教になってしまった。そして多くの人がね、いいですねキリスト教って、キリスト教で結婚したい、キリスト教っていいイメージですね、そしてイエス・キリストは素晴らしい人ですね。皆さん、これで終わってしまったらね、ダメなんですよ。イエス・キリストは単なる文化やミッションや良いことをした人ではない。イエス・キリストは十字架にかかって人間の罪を背負い、あなたの問題を丸ごと引き受けて、ですからキリストは病気を癒すことができます。新型コロナのパンデミック1年数ヶ月続いています。でこのコロナで亡くなる人が確かにいる。ワクチンを打って気を失ったという女の子がいた。ワクチンを打ってそのまま亡くなってしまった人がいる。コロナにかかるリスクの高いが、ワクチンを打って副反応のリスクが高いが、皆さん一体どうしたらいいか。皆さん、マスクは万能じゃないですよ。マスクしないよりかした方がいいし、まあ、コロナになってからですね、このコロナのパンデミック以来、実は死んでる人が減ってるんです。まあ、インフルエンザもね、ない。コロナのおかげでね、みんな手を洗ったり、ソーシャルディスタンス、距離を置く、あるいはですね、マスク、手指消毒、まあ、これによってですね、病気が減った、そして亡くなる人も減った。まあ、トータルで見ればコロナウイルス悪いことばっかりじゃない。でもコロナ心配ですよね。一体いつ終わるんだろうか。まあ、皆さんね、これからの時代、聖書は悪い時代に向かっていく7年間の観覧時代というのがまずやってきます。この世界は終わりに向かって急いでいる。コロナのパンデミックが終わったら第2、第3のコロナ、またコロナがやってくるというわけです。第3、第3って問題が起こってくる。まあ、日本はですね、このコロナの問題だけじゃない。自然災害、まあ、今年なんかはね、線状降水帯というね、まあ、非常にその一部の地域に集中的に雨が降る、そういう現象が起こって、そして九州などで水害が起こる。まあ、数年前は関西で、中部で、あの広島のあたりで、皆さん、このような水害とともに日本は地震大国です。 3.11、まあ、最近では熊本地震やで、あちらこちらで地震が起こっている。世の終わりに向けて今世界は苦しみながら終わりに向かっている。皆さん、まもなくイエス・キリストは帰ってきます。
イエス・キリストを今日救い主として受け入れるならば、私たちはみんなキリストの前に立つことができる。罪を悔い改めてキリストのもとへ帰ってくるなら、あなたは救われます。キリストのもとへ帰ってくるならば、あなたは救われる。今世の終わりに向かって、この新型コロナウイルスのパンデミックというのはね、まだ始まりに過ぎません。3.11、そして熊本地震、九州、北海道の胆振東部の大地震、次どこがやってくるのか、心配なのはね、東京の首都直下地震、これが起こるだろう、あるいは南海トラフ大地震。しかし皆さん、こういうことっていうのはまだ苦しみの始まり。皆さん、今日この場所において私たちは苦しみに目を向けて怖がらせようっていうんじゃないんです。イエス・キリストに立ち返りませんか。あなたの若い日にあなたの作り主を思いよ。今日皆さんは救い主イエス・キリストと出会うなら救われます。約束します。永遠の命、天国へ行きます。そこの小さなお子さんもやがておじいさんになって死ぬ日がやってくる。素敵な女性もいずれおばあさんになって死ぬ日がやってくる。生きられないかもしれない、コロナにやられてしまうかもしれない。世界は終わりに向かって急いでいる。イエス・キリストはこの終わりに向かってのこの今の時代のことを何と言われるか、海の苦しみって言われてる。海の苦しみ、私にはね、4人の子供がいますけれど、その子供たち一人一人生まれるその姿、病院で夫立ち会い分娩で見ましたね。何かあったらね、僕がいてもどうしようもないんだけど、それを祈りながら見守りました。で、この女性がね、子供を産むっていうのはね、最初はちょっとずつ陣痛がやってくる。最初はつわりですね。そしてやがて生まれる出産の近くになると陣痛がやってくる。その陣痛っていうのは最初ちょっとずつやってくる。そしてだんだん強くなる。時間が長くなる。強くなる、長くなる、強くなる、長くなる。そして最後ずっと苦しんで、そして子供が生まれる。皆さん、この陣痛、産みの苦しみをイエス・キリストは世の終わりに例えたんです。そこの小さな男の子もね、お母さんが苦しんでね、多分産んだんだと思います。生まれてきたんだと思います。この陣痛、これが世の終わりだ。世の終わりはだん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 苦しみが多くなり、そして問題が大きくなり、戦争や自然災害や飢餓や、そして今のような疫病、こういうものがね、ひどくなっていく。そしてもうどうしようもない。そこでバーンと今度はね、7年間の寒暖時代というのが入っていきます。人類が未だ経験したことがないような、皆さんもね、聡明な皆さんならわかると思うんですよ。これ以上世界は良くなっていくだろうか。昔よりも科学は発達したのにね、もしかしたら悩みは増えてるんじゃないか。昔より便利なのにね、もっと忙しくなってるんじゃないか。そしていろんな良いものが発明されたんで、もっと仲良くすればいいのに、もっと人々は争っているんではないか。皆さん、この世界は悪い方向へ行っている。皆さん、このコロナが解決すればいいんじゃない、根本的な解決が必要です。今日その根本的な解決とは、イエス・キリストのもとへ帰ってくる。イエス・キリストを通して、あなたが作る、あなたを作った愛であり優しい天のお父様、その方のもとへ帰ってきませんか。神に背を向けている、神を知らない、神から背を向けた状態、これを罪と言います。皆さん、聖書は罪を責めているんじゃない、あなたが罪の状態にある、だから罪の許しを得てくださいと言っているのです。病院に行ってみて、私の友人は今日、目のこの眼球の上のところにできた、そのがんの手術、約6時間
非常に危険な手術、そしてその後 ICU に入るという。皆さん、このねお医者さんがね、その友達にね、あなたはがんですよって言わなかったんです。手術してくださいなんて言わない。ほっといたら死んでしまう。皆さん、同じです。神はあなたを侮辱してんじゃない。あなたには罪がある。がん患者にがんを指摘するよ。あなたには罪がある。罪が許されなきゃいけない。罪とは人に迷惑かけた悪いことをしたってことじゃない。神から離れてること。今日皆様、あなた聖書、聖書、ぜひこの夏休み終わっちゃったかな。うちの中学生の息子はですね、金曜日から、いや木曜日から、昨日おとといぐらいからね、結構学校始まって、で夏休みの宿題を一生懸命やって、まあ、自分でやればいいのにね、家族にまで手伝ってもらった。でこの息子はなぜ夏休みの宿題が遅れたか、やんなかったか。夏休みがずっと続くと思ったんだと思うんですね。もうずっと永遠にね、30日40日、まあ、息子がもしね、すぐ夏休みなんか終わっちゃうと思えばね、まあさっさとねやっただろうと思う。息子が、まあそんなこと言ったら私もそうだったからね、夏休みの宿題後回しにするのは、それはとわに夏休みが続くだろうと思ってるからじゃないでしょうか。皆さん、同じように人はいつまでたっても死なない。まあ私今年50歳になりましたけどね、まあ、まだまだ長く生きたいとは思いますけどね、天命というものがあります。若くても年を取っててもいつ死ぬかわからない。でも特に若い人たちはね、自分が死ぬなんて考えてもいない。だからイエス・キリストを信じること、後延ばしにしよう。自分はコロナになんかかかりっこない、死にっこない。皆さん、人はいつ天国へ帰らなきゃいけないか、まあ、しかし天国へ入る条件はイエス・キリストを信じなければいけない。今日だから皆さん、イエス・キリストをあなたの救い主として紹介したいのです。あなたは愛されるために生まれてきました。神の愛を受けるためあなたは愛されています。まあ、しかしもったいないですね。愛されているのにね、その愛を無視するなんてね。まあ、オリンピックのあのボランティアの人たちが、まあ、大量にですね、ボランティアを休みました。その時にね、お弁当が残ったっていうんですよ、お弁当が。そしてこんなお弁当を廃棄してね、貧しい人たちに食べさせてあげればいいのにって、あのお弁当のボランティアのあのお弁当捨てたっていうことを、ある人は文句言うんですよね。まあ、しかしですね、お弁当代も高いかもしれないけど、行政っていうのは一つの目的のためにお弁当やったらね、それは、はいどうぞ、はいどうぞ、お腹空いたらじゃあ俺も食っちゃえなんて、そういうことできないんですよ。それを他に回すのにはお金かかる。そう簡単ではない。マルサこう言いました。SDGs を推進するこの日本において、お弁当を捨てる、あのボランティアのお弁当を捨てるなんて何事だ。もったいない、もったいない、もったいない。皆さん、今日皆さん、あなたに言います。イエス・キリストの愛が今日ここにあるのに、もしあなたが耳閉ざし、心を閉ざしてキリストの愛を拒絶してしまうなら、無視してしまうなら、もったいないです。もったいない、もったいない。まあなんかね、もったいないの意味がね、本当の意味で分かっていないのが私たち人間かもしれません。じゃあ弁当をね捨てるなんて、そんな大したことないですよ。私たちの永遠の命を逃すことに比べたら、あなたは愛されて、そして神があなたを呼んで、イエス・キリストはこう言いました。すべて疲れた人、重に負っている人、私のもとへ来なさい。私があなた方を休ませてあげる。私があなたを休ませてあげる。Come unto me、 イエス・キリストは私のもとへ帰ってきます。お兄さん、お姉さん、イエス・キリストあなた愛してます。イエス愛に、イエスに立ち向かわれた。ハロー、ビルバン。ジーザス・ラブス・ユー。
Believe in Jesus. 여러분 안녕하세요. 저는 캐나다 목사입니다. 예수 믿으세요. 예수님 당신을 사랑합니다. 다자하오 보조카이 투지 샹시 예수 예수 아이니 예수 그리스도와 아나타 와이시테마스 와타시모 아나타 와이시테마스 본지츠 전도자의 캐나다 오키가 가이토니 세츠마타 나카마타치가 만가 세이션 프레젠트 시테마스 皆さん、ただで差し上げますけどね、これただじゃないんですよね。皆さん、救いもそうです。ただでももらえます。信じるだけも。でも神の側から見たら、一人のイエス・キリストの命をかけて、人その友のために命を捨てて、それよりも大きな愛はない。キリストはあなたのために命を捨てられた。キリストが十字架つけられたのは、あなたを愛しているから。パパ、こんにちは。お疲れ様です、まあ、そろそろ5時17時になりますので、まあ、お仕事終わって帰ってくる方々もいらっしゃるし、夏休みの方々、まあ、ここでこんな素敵な広場があってね、まあ、かつてこの私と蒲田の関係、私のおじいさんがね、かつてこの蒲田の地で教会をやってたんです。あの戦争の時代ですよ。そして私はよく京浜蒲田に中学生の頃に制服を買いに行きました、まあ、ちょっとね改造した制服を売ってる店だったんですよね。まあ今考えるとね若気の至りですけど、まあ蒲田ってねなんかこうすごいところですよね、まあ、私の生まれたのは東京都品川、まあ、これ池上線ですけど、それと並行して走っている三鎌線、目黒から蒲田まで、蒲田の名前が入っている。そして皆さんご存知でしたか、この大森と蒲田、大森の大と蒲田の田をつなげて大田区ってなったんですよ。そして今そのハガキをあげている麦わら帽子のお姉さんは大田さんです。ここは大田区、こんにちは。まあ、この町には私の民は大勢いるとありますけど、ここにね、素敵な声かけてくださった人もですね、イエス・キリスト神父で救われたクリスチャンである。まあ、大体ね、この世界の3人に1人がクリスチャンである。また、日本では100人に1人、まあ、こうパーッと見渡すとね、50人はいますね。で、100人、もしかしたら、あなたも神を知っている人かもしれない。しかし今、多くのクリスチャンたちが隠れキリシタンのようにね、そしてまた力十字架にかけられたイエス・キリストを知らないで、ああイエス・キリストなんていい人ですね、そしてキリスト教っていいですね、結婚式、そして
アミッションスクールです。皆さん、十字架にかけられたイエス・キリストがあなたを救うのです。ジョミダさんの人生に新たな希望を与えるイエス・キリスト。人は希望さえあれば生きていくことができる。明日が見えなければ生きていくことができない。皆さん、これがね、私たちの人間というものなんです。希望というのは稀な望みって書きますよね。希望、稀な望み。稀っていうのはですね、もう宝くじに当たるようなものなんです。そんな一縷の光にね、単に望みをかけるだけではなく、私たちはね、希望をどこに置いたらいいか。ザ・バイブル、聖書に置きませんか。そして聖書はあなたに救いを与える。あなたを確実に天国へ入れてください。皆さん、ここに希望を置いてください。希望はイエス・キリストにある。聖書はこう語ります。全ての人のうち偽りの者であったとしても、神は真実の方。ジョミダさんの人生の中で、キリストとの出会いこそがあなたを救い、あなたに永遠の命を与える。あなたに素晴らしい人生を与えてくれます。新型コロナウイルスのパンデミック、このパンデミック起こって1年数ヶ月、私たちの生活はですね、窮屈になり、マスクが外せない、ソーシャルディスタンス、手指消毒、元の生活、いつになったら戻れるのか、おそらくもう戻らないでしょうね。多くの会社がですね、テレワークに切り替えてる。テレワークに切り替えた時、もう、会社にわざわざ集まらなくたってね、パソコンの前で仕事できるんじゃん。ワーケーションってね、仕事と、何かこう趣味を兼ねたような、ね、田舎でお仕事してる、そういう人たちもいる。皆さん、人生というのはそのようなものです。今日、神様はあなたにキリストの愛をお与えになりました。2021年前、キリストはこの地上に来られ、そしてあなたを救い、あなたに永遠の命を与えるためにこの地上に来られました。イエス・キリストはあなたを愛しています。心からお勧めします。キリストを信じてください。本日2時間の予定で街頭演説を行っておりますが、一旦ここで休止いたしまして、そしてまた後半につながっていきます。漫画聖書、聖書をお配りしておりますので、皆さんにどうぞ受け取ってもらいたいと思います。心からキリストを信じていただくことをお勧めし、街頭演説一旦ここで終了いたします。どうもありがとうございます。